い、こんにちは。こんにちは、山城と申します。ここはですね、三重県四日市市はですね、ワンダ町ですね。四日市のね、難読地名の中の一つであり、四日市でもね、なかなか端っこの方にある、ことで定評がある、四日市市の端の端、ワンダ町でございますね。どうでしょうね、実際に来たことがない人でもね、例えば街でですね、バスに乗る方でしたらね、バスで、たまにある行き先でね、ワンダ改善センターってありますよね。っていうのがある、改善センターなんかがあることで、有名な、ワンダ町でございます。でね、ワンダ町、これね、なかなか読めない、はね、漢字、今、最初に、地名の、ちょうどね、ちょうど、交差点の前が、ワンダ町のね、ワンダ町の交差点だったんで、取っときましたけど、でね、今回はね、ただ何をしたいかって言ったら、ワンダ町に来て何をしたいかって言ったらですね、ちょうどね、ここはワンダ町のね、コンビニでね、ワンダ売ってるんですよね。ちょうど売ってたんですよ。ね、ワンダでワンダを飲んでみようというですね、ただそれだけです。つまんねえ。つまんねえことだけ しにね、ちなみにこれ別に、これのためだけにワンダ来たわけじゃないんですけどね。っていうか、本当はもうちょっとね、鹿間とかの方に用事が本来はあったんで、それのついでにやろうと思ったけど、ちょっと、その用事とね、かませることができなかったんで。ね。ワンダで飲むワンダは美味しいですね。ただね、ワンダ町自体はね、空気美味しいところなんで、結構山の方でね、緑も多くてですね、いいところですよ。これで動画一本はきついな。で、ちなみにこれね、ワンダってミニストップできてたんですね。ミニストップ、どうですか、皆さん使われますか。ああいうね、三重県はね、実はミニストップがすごく多いんですよ。なんか他の都道府県に行くとすごく少ない。シェアで言ったらね、全然、ビッグスリーね、ファミリーマート、ローソン、セブンイレブン、この3つから比べるとシェアってすごく小さいですんですけど、ほぼ対等にですね、特に、こっちの方に来るとですね、山側の方に来ると、もう圧倒的にミニストップが多いという。これがですね、三重県の特徴ではあるわけですね。ですので、三重県民はですね、結構ミニストップをですね、ミップと呼んでですね、親しんでおるわけです。だいたい、ソフトクリーム買おうと思ってコンビニ行くんやけど、こうそこはソフトクリーム食いたいなってたら、ミップを選ぶと、いよいよね、選択肢が多いわけですから。で、結構私、このね、おにぎりも好きなんですよ。あとね、パン系で言うと、タルタルフィッシュの、フィッシュバーガーあるじゃないですか。あれ美味しいですよね。まあね。今回はただワンダ飲むだけです。すいません。動画の収録で前後しとるもんでね、頭の中でごっちゃになりますけど。しまったな、これ。私、南側の方から出るんかと思ったら、これ、南側入り口専用らしくて、出る方角が。忘れてました。シーチキン買ったと思ってたけど、サバの方買ったんやった、結局。うまいね、サバ。最近結構サバのおにぎり増えてきましたね。ファミマも出してますしね。食べながらやると飽きませんね。喋りなくなりますのでね。ということで、とりあえずショートコーナーで、ワンダ町で、四日市市ワンダ町でワンダを飲んでみたということですね。こちらの方ご視聴ありがとうございました。美味しかったですよ。引き続きね、本編の方ちゃんと撮ってきますんでね。さあ、一回これで動画を止めて、またすぐに再開しよう。
ことにしましょうね。動画どっちの方がアップル、こっちの方が先になるかな、どうかな、わかりませんけどね。こっち多分短いからこっち先に編集してやるでしょう。ですので、ぜひ本編の方もそこをご期待ということでね。まあ、ご期待というか、こうなるとどうなるかわかりませんけどね。一体どこのどうダイソーまで行かされるのか。ということで、こうご期待くださいということで、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。